回は人気子役今と昔比較ランキングトップ13です。いってみよう。13位、えなりかずきさん。わずか5歳で子役デビューを果たし、ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」でブレイク。人懐っこい笑顔が視聴者の心をつかみ、えなりくんの愛称で親しまれてきました。子供の頃から言動や服装が大人びていると評判で、シャツは襟付き、ボタンは一番上まで留め、必ずベルトを締めるなど多くのこだわりがあるようです。また趣味のゴルフは幼少期から続けていて、トーナメントで2位に入賞するほどの実力の持ち主。そして実は綿鬼で長らく共演した泉ピン子さんのことが苦手で、共演 NG を出しているという噂もあるそうです。12位、志田未来さん。6歳の時に習い事感覚で劇団に入ったという志田さん、2005年に放送された人気ドラマ女王の教室への出演で一気に注目を集め、天才子役と呼ばれました。その後13歳の時にドラマ14歳の母で連ドラ初主演を果たします。未成年の妊娠出産という難しいテーマの役を見事に演じ、史上最年少で橋田賞新人賞を受賞されました。そして2010年にはジブリ映画仮暮らしのアリエッティで声優初挑戦で主演を務め、嬉しさと同時に不安も大きかったと語ってましたが、持ち前の演技力を生かし、志田さんがみるみるアリエッティになっていったと監督も絶賛の出来栄えだったそうです。11位、福原遥さん。 NHK の子ども向け料理番組クッキングアイドルあいまいまいんで主役のまいんちゃんとして一躍ブレイクした福原さん、その人気は子どもだけではなく、まいんちゃんクラスターと呼ばれる熱狂的なファンがネット上で番組の実況中継を行うなど、大人からもコアな支持を集めてました。また2012年には雑誌ピチレモンのオーディションでグランプリを獲得し、モデルとしての活動もスタート。その後もアニメ声優や歌手活動、 YouTube チャンネルの解説など、年々仕事の幅を広げてきました。そして2022年には NHK の朝ドラ舞い上がれのヒロインも決まっているので、ますます注目が集まることが予想されます。10位、菅健太さん。小学生の時に香取慎吾さん主演のドラマ人に優しくの出演で注目を集めました。当時は自作の名刺を作り、好きな子に渡していたという可愛いエピソードもあります。また映画オールエイズ3丁目の夕日では、子供とは思えない演技力の高さで脚光を浴びました。しかし続編が作られるまでの2年間の間に声変わりを迎え、身長が18センチ伸びてしまったため、前作から4ヶ月しか経っていない設定と合わず、監督を困らせたそうです。大人になった現在は舞台ハイキューで見事なアクロバットやワイヤーアクションを披露するなど、持ち前の高い身体能力を生かして新しい分野の仕事にも積極的に挑戦されてます。9位、井上真央さん。4歳の時にお母様の勧めで劇団に入り、最初の出演作はパトカーにはねられて死んでしまう役を演じたとのこと。まあ井上さんといえば、1999年放送開始のキッズウォーや2005年の花より団子の出演で知名度を一気に上げたのかなと。そして2011年には映画8日目のセミで日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞されました。また井上さんは多忙な生活の中、女優業と学業を両立させ、明治大学の文学部を卒業。ロケ現場と学校を往復し、空き時間にはレポートに追われ、とても大変だったと語ってます。噂によると、小学生の時に初めてのファンレターで、大人になっても時代劇に出てほしいとのメッセージをもらったことから、ピアスを開けないでいるそうです。これ時代劇とかでピアスの穴って意外と目立っちゃって、なんて言うんですか、ちょっとこう現実に戻されちゃったりする時あるんですよね。で、井上さんはそんなことを考えて、女優としてのプロ意識の高さからピアスを開けていないということです。8位、本田望結さん。2011年に出演したドラマ家政婦の見立ての演技力が一躍話題となり、様々なドラマや映画に引っ張りだことになりました。デビュー前は芸能事務所で鈴木福さんと同じクラスでレッスンを受けていたそうです。また女優だけでなく、フィギュアスケート選手としての顔を持つ本田さん、5人兄弟の4番目で、
他の兄弟たちもスケート選手として活躍してます。フィギュアの練習の一環としてヨガ、バレエ、新体操、水泳のレッスンも受けているそうで、多忙な毎日を送っているようです。2022年には17歳となった本田さん、インスタグラムでは等身大の女子高生のおしゃれで可愛い日常を見ることができます。7位、高橋一生さん。ふさぎ込みがちだった幼少期におばあ様の勧めで水泳、ドラム、ピアノなど様々な習い事に挑戦するも、なかなか続かなかったと。そんな高橋さん、習い事の一つだった児童劇団の発表会の際におばあ様が泣いて喜ぶ姿を見て俳優になる決心をしたとのことです。1990年当時10歳の時に映画に初出演、95年にはジブリの耳をすませばで主要キャラクターである天沢聖司の声を演じるなど、着実に演技力を磨いてきました。そして1999年に多くの芸能人を輩出している堀越高校を卒業、クラスメートだった岡田准一さんとは親友で、高橋さんの家に岡田さんが泊まることもしょっちゅうあったそうです。6位、加藤清史郎さん。2009年に放送されたトヨタの CM で子供店長を演じ、一躍有名となりました。また同年放送大河ドラマ天地人に出演した際は、放送直後から演技への称賛の声と、あの子役は誰だという問い合わせが NHK に殺到したとのこと。あまりの反響からその後の放送にも急遽再登場することとなったようです。子役時代は高い声と可愛らしい演技が魅力でした。ですが、成長期を迎えたことで自身の俳優としてのあり方を見つめ直し、演技の幅を広げるため、中学卒業後はイギリスの高校へ進学、全寮制の学校で3年間を過ごしました。そして2020年に帰国し、大学生となった姿がイケメンすぎると話題になってます。5位、山田孝之さん。濃いひげと彫りの深い顔が印象的な俳優さんですが、デビュー前はスカウトマンが女の子と間違えるほどの美少年だったそうです。当時から可愛い顔がコンプレックスでもあったらしく、男らしさに憧れひげを伸ばし始めたんだとか。2007年の映画クローズゼロでは武将ひげで長髪のワイルドな役を演じ、それまでの可愛い印象を覆すきっかけとなりました。2011年にはニューヨークアジア映画祭においてライジングスター賞を日本人として初めて受賞、世界からも注目される俳優へと成長しました。4位、鈴木福さん。2006年当時1歳の時に NHK のいないいないバーに出演し芸能界デビュー、2011年にドラママルモの掟でブレイクし、一躍お茶の間の人気者となりました。その後も俳優としてはもちろん B ポンキッキーズの MC や笑っていいとものホリデーレギュラーに選ばれるなど、持ち前の明るいキャラクターで活躍の場を広げてきました。少年らしい一面もあり、10歳の時にはコロコロコミックの懸賞で妖怪ウォッチのメダルを当てたことを自身のブログで報告、まあ、当選欄に鈴木さんの名前があることが話題となったことから、まさかの本人と驚く声がネット上にあふれました。3位、安達祐実さん。わずか2歳の時から子役を務め、2022年で40歳、芸歴38年を迎えます。1994年のドラマ家なき子で主演を務め、12歳とは思えない演技力で一躍脚光を浴びました。最高視聴率は 37.2% を記録し、作中のセリフ同情するなら金をくれは流行語大賞を受賞しています。子役時代から現在まで愛らしいベビーフェイスが魅力の足立さんですが、20代に入ってからは顔立ちと実際の年齢が合わず苦労をしたそうです。母親役を演じるには顔が幼く、高校生役には年齢が厳しい、そのため演じられる役柄が減ってしまった時期もあったそうです。2位、神木隆之介さん。2001年わずか8歳で千と千尋の神隠し、棒の声優を担当しました。また2005年公開の映画妖怪大戦争では12歳で主演を務め、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞されてます。幼い頃から役者としての才能が光っていたことがわかります。その後も家族ゲームや実写版ルローニケンシンなど数々の人気ドラマや映画に出演、またサマーウォーズや君の名はなど
声優としても多くの有名作に名を連ねています。2020年にはデビュー25周年を記念し YouTube チャンネルも開設。ますます活躍の幅を広げる神木さんから目が離せません。そして栄えある第1位は芦田愛菜さんです。ブレイクのきっかけは2010年、芦田さん5歳の時、ドラママザーで見せた電話をかける涙のシーン。ここでの演技力に大きな注目が集まったのかなと。そしてさらにブレイクするきっかけとなったのが2011年放送のドラママルモの掟。当時6歳で見事な演技を見せた芦田さん、日本のドラマ史上で最年少で主演記録となりました。鈴木福さんと歌う主題歌まるまるもりもりは、幼い2人が一生懸命懸命踊って歌っている姿が可愛いと話題に。そしてその年の紅白歌合戦に出演するほどの丸盛ブームを巻き起こしました。小学校高学年からは学業に専念するため芸能活動をセーブし、2017年に難関私立である慶応義塾中等部に進学。そして2022年現在は高校生となり慶応義塾女子高校に通ってます。学業と両立しながらバラエティ番組の MC や映画主演をこなし、将来は医学部への進学も目標の一つなんだとか。マルチな才能で今後どのような将来を歩んでいくのか楽しみです。はい、ランキングをご覧いただきました。この動画を見てなんか面白かったと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマーク通知登録3点お願いします。あとおすすめ動画もあるので概要欄のチェックもよろしくお願いします。ではまた。ジャニーズ個人年収ランキングトップ30について27位永瀬廉さん、推定年収2100万円。 ビビ国宝級イケメンランキング2020上半期1位。そして